フラワー占いチャンネルです今日はカトゥーンの中丸雄一さんがあのアナウンサーの女性と結婚されたということでこのお二人を、えー、占ってみました。えー、まずじゃあ見た目の,あのお顔の相性診断ですけれども、えーまあ、お二人とも特徴といえばですねパーツが大きいんですね。でパーツが大きい同士は×になります。で 彼女がちょっと長方形のような面長で面長にも見えるし面長じゃなくもに見えるのでちょっとこれ微妙な感じです。で彼は四角顔ですですちょっと四角だけどちょっと長方形にも見えるとまあ不思議なちょっと顔なんだけどもああのまあこのパーツの大きすぎるところはバズです。ただこのの人もあのメイクで 目をすごく大きくしたりしてる場合もあるのでちょっと微妙ですけど、まあ、パッと見がこんな感じでただお二人とも同スペックですお二人とも美男と美女ですので丸になります総合、えー、してお顔の相性は50点になります、えー、それでは空房ですけれども中丸さんは、えー オツ羊を日中に持つ辰巳空房の井戸市生まれですのでスター星がつきますカリスマ性があってビッグ大物の人になります、えー、ただですねこのオツとこの日貨のところのおつとこの叶絵が勘合してカノと、えー、カノと羊になるん、ね、ですからもう完璧に あの変わるるんでですすすけどそうするとですね犬空母なんですねこれなので私あのちょっとこの人勘違いしましてもう20年近く犬井空母の,あのスター星だとずーっと思い込んでたんですよねな,なのであのちょっとあのこの人の結婚があった時ちょっとどうしようかなみたいな感じあったんですけどちょっとね 面白いあ,のあれがあったのでまたあれ言いたいと思いますでこの奥さんっていうのは水の絵犬を日中に持つ猫腰空房の人になります。えー、中丸さんが犬空母 ないじゃない辰巳、えー、久保ですねでひっくり返ると犬井久保まあこ,こことここまあ、両方持ってると思っていいと思います芸術家肌アーティスト大きな夢を企画外の発想をする宇宙人のような人になりますで彼女がもうビジネスウーマン。あの仕事と恋愛に打ち込むストイックな大人のグループですからここマジありませんので相性はよくありません、えー 気が合わないってことですね。で、ただ、ここと一緒になると、まあ、これ、この宇宙人がちょっと現実的になって、で、この人はもうビジネスビジネスの人ですから、この人と一緒になると、ちょっと、あの、スケールが、あの、違うあの雰囲気が出てくるってことで、まあ、そんなに悪いわけじゃないんですけれどもっていう感じです。そして、えー、彼の、 芸術夢グループの基本的な考え方です好きなこと目的夢のためなら現実日常や仕事をおろそかにできる星ですそして、えー、彼女の仕事恋愛グループの考え方仕事の成功社会での活躍恋愛相手のこだわりのためなら家族や芸術をおろそかにできる星ですそして、えー、じゃあ 彼のですね、まあ、両方ですね辰巳と辰巳というのは本来昭和ルだなんて言うけどこの人に昭和ルな印象ってほとんどないじゃないですかすごくこう真面目な可愛らしい印象ですけれどもあの、えー、辰巳空房の性質です、まあ、世間はどうでもいいで女性を選ぶ時はステータスか肉欲でいくのであの でまあ、こ今回どっちかなっていうと、まあ、両方だと思うんですねこの,あの有名な頭の切れる女子アナとあと、まあ、セクシーな女性、まあとで言いますけれどもで辰巳空母っていうのは人間の年齢でいうと22歳ぐらいの星ですからもうイケイケですもうどの世代からも人気があるという。で昭和ルでそして昭和ルな勝負師みたいな。 そういうあのまあ、裏表があって本音なんか絶対見せないっていうようなところがあってで、結構ネクラで秘密主義のあの人です。そしてまあひっくり返って犬食うぼうになるとどういうことになるかって言うと5歳児の星です。非常にまあ可愛らしくてわがままで。そして面食いです。5歳児ですから、そしてはっきりしていて5歳児ですから。もうま,まっしぐらいいなと思うと、まっしぐらにあの突き進んでいく。そしてこことはもうネクラと もう対照的にににポジティブで非常に赤になりますで、まあただこちらも秘密主義ですからどちらに転んでも秘密主義ですから、まあ、今回全く付き合ってることがあの表に出なかったということで,すでこの彼女の方もですね「ネウシ空母」も秘密主義ですからもうこれ表に出るわけがないですね。 年脂空母っていうのはもう自分アピールの強いナンバーワンにこだわる仕事の鬼ですから非常に仕事に関してはもう厳しくて怖いです。なのでまあ一緒に仕事なんかしてるとまあこの人かっこいいってなりますねあのこういう人からすれば。でえー非常にまあ 仕事を頑張るから恋愛もあの自分のタイプの人に生かせてくれという恋愛体質隠れ恋愛体質になりますで非常にあの寝牛の女性っていうのはセクシーな女性が多くて魔性の女が多いですマリリン・モンローや小野洋子あのジョン・レノンをも,もうあの虜にしたっていうえそしてマドンナですねで七尾さん日本でいうと七尾さんなんかも魔性の女じゃないかなと思います で秘密主義の人になりますそれでは、えー、市中水命ですけれども中丸さん、えー、もう水野と井の会合戦国武将の会合そして狩野エの猿のもう怖い怖い会合が自身の柱にありますのでこの方っていうのはあの優しそうな見た目 とは裏腹にですねなんかすごく力強い怖さを持ってると思いますそしてここで「あの変わってかの」となるとこれ一見ちょっと微弱でなんかこう弱,弱っちい感じなのかなと思いきやですねすごくここは未経になりますのでなんかものすごくあの強くてまあちょっと冷たさがありますねこの水と金で固まってますので。 ただここの女性のところに夏の羊が来てますのでこれが結構女性女性運というかあの奥さん運がいいんじゃないかなっていうのもありますそして、えー、細かく見ていくともう大物ですね「スーパースターはついてるわ」これ犬になっても辰巳になってもどっちもこれ井戸氏はスーパースターですからもうあのもう完璧なスーパースターですねそして、えー、会合が2つもあってそして自身の「 これ旧世紀学で合土星が月のところに来てますのでまあ大物のそしてまあこれだけあの変わってしまいます自,自身の日韓が変わってしまいますのでもう裏表があっても煙に巻くというタイプですね。なので今回もそういういい感じだと思います そして「大人子供っていうのはこの「乙」から見た十二音が「鯛」なんだけども「トから見ると変わった「トから見ると「音になっちゃうんですねもう真逆のものに変わる。でここもですね「陽」幼い「うから「おじさんの推移」になっちゃいますのでなのでどっちなんだかわかんないっていう、まあ、大人子供ですねでで、まあまあ。ただ真面目っていうののはこの 性感が通ってますのでこの方のなんか真面目な印象がこれ出てるんじゃないかなと思いますであとはやり手の合剤も通ってますのでこれひっくり返るとなのでやり手,やり手でまあ,まあ真面目で誠実な雰囲気があるという感じそしてリーダーの合同性があってそしてまあ合同性っていうのは自己中なところもありますので。 自分が一番中心じゃなきゃ気が済まないというそういう感じそしてただ五行揃ってますので目下土合水揃ってますので好きな仕事について好きな女性を手に入れることが可能な人になりますでただやっぱりこれだけあのヘンしてますのでもう煙まくし何を考えてるかわからないっていうのがこの人の印象に一番近いんじゃないかなと思います。 そしてじゃあどういう女性と縁があるかっていうともうこの社会のところから引っ張ってますので仕事で出会った女性そして年下の用が来てるの年下なんだけど水が隠れてますので大人っぽい女性っていうともうこの女性にぴったりなんじゃないかなと思いますでこれひっ,ひっくり返るとカノとになりますのでもうかのとの宝石の美人になりますのでなんかこの雰囲気がもう今のこの 奥さんにぴったりのような気がしますそして今、えー、と大運十年運ですね、えー、2022年から日の絵の達が来てるんですけどここもですねこれの変わった蚊のとと勘語してややこしいんだけども水の絵みたいになって水の絵達になると会合になってで「召喚の艦隊」なんだけどこれひっくり返ると「印樹の艦隊」まあ、名誉を得,得るみたいなの感じなんですけどで「えー、年運」が「水のと腕」と「腕 で変異でまたさらに強くなったりするんだけどここがまた産後を目極するんですね「えー、イウ羊」遺遊羊の産後目極で,でまた変わってそしてここも全部ひっくり返って「気になりますのでで月雲もですねお通しなんでまたこれで看護して「カノトになってってなるともういろいろなものがまあ コロ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 変わるんで煙巻きすぎなあの感じなのでまあこういうような驚くようなななな結婚発表になったんじゃいいかなと思いますそしてじゃあ奥さんの方ですけれどもこの方はもう女性は陰男性は陽なんですけど全て全柱陽ですからもう男女みたいな人になります。そして、えー ここににーーがありりまますすのでトラブルメーカーになりますそして目立ちたがりっていうのは、えー、気学でこれ吸歯火星が自身の柱にありますので目立つし華やかさがあるということです。そして、えー、メンヘラっていうのは、えー、ここが未になってます、まあここがあの足があるのでこの水気が足があるからまあ再未弱じゃないけれどもまあ未弱よりの人なんでちょっとメンヘラ気質。 そしてただここの木の絵がちょっとありがたいのでこの大木がでこれが食人になってますので仕事運結構よくてそして食人っていうのはあ商喚ですね商喚食人は子供ですからまあ仕事運子供運はまあいいんじゃないかなと思いますそしてこの方もなんだかんだ言って木下土言水揃ってますので好きな仕事について好きな男を手に入れることができるんじゃないかなっていう感じででじゃあどういう男性かっていうともう狩野と 来てますののでイケメンの男性そして正在が来てますので、えー、この正剤と緩合してますので、まあ、真面目な男性とべったり近いですからそしてここに山の変化がありますので安定感のある男性そして、えー、ただここがチューしてますのであのくし合ってますので、えー、合わない男性ということになります。で なので、まあ、ちょっとこの人にこの,この感字を見てもこの人に雰囲気が、まあ、合うんじゃないかなと思います。そしてこの方の十年が2016年から大運がカノトの牛で陰樹の水そして年運が水のとウでゴーザイの死そして月運がお通しで召喚の水ですけどまあパッと見て目立つとこって言ったらここのあの う,うですね。うと乙がここ乙が通ってますので、通って、で、まあ、ここの召喚食人も親の、まあ、あの、補強されますので、まあ印象としては、まあ、お子さんができたのか、できるのか、欲しいのかっていう感じだと思います。お子さんが欲しくなって、こういう発表になったのか、できたから発表になったのかっていうところですね。 でまあ、余談ですけども私あのこの中丸さんっていう方は、まあ、唯一ジャニーズを生で見たことがあるなんかロケかなんか街でやっててあの生で見たことがまあもう20年ぐらい前ですかねあの見たことあってまあ本当にその知らなかったんですけど生のジャニーズはまあ本当にイケメンだなっていうのを思った印象がありましてですね。で まあちょっと注目していたんですけれどもあでこの方で、えっと、お二人の総合的な相性ですけれども。 お顔の相性は三角になります50点ですのでそして空房はまあ気が合いませんので×そしてまあただ職場恋愛っていうのがあの今の時代はまあお互いをよく知ることができるので丸になりますそしてこの方が春生まれそして秋生まれですからこれも丸になりますそしてお二人ともエロスがないあのエロスのネウマウドリの十日札がありませんのでエロスがないもん同士相性が良くなります あのというのはどちらかがエロス総エロスででこっちが全くゼロとかそうなると。まあバランスが悪いですから、お2人ともないですから、あの相性がいいっていうことで総合すると70点と結構あのいい相性になりますので、まあ、まずまずの相性なんじゃないかなということで、あの本日は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。